はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーガッチャードの最強フォームのレインボーガッチャードが登場したということは、公式サイトの、てかフォームが多い。下の方に来てるね。レインボーガッチャードの項目が追加されておりますので、スペック確認いきましょう。まず、装着カードとしては一応3枚扱いなのか。とはいえ、タマゴンから進化してますから、実質2枚ですよね。まあ、本編でも2枚で使ってましたし、パンチ力82、キック力100で、とんでもスペックってわけじゃないね。数値のインフレがすごかったリバイス系だと83の308だから、とはいえプラチナが64の81だったので確実に強化されてる。プラチナガッチャードの見た目からレインボーガッチャードは改めて全然違うな。まずドライバーから見たい。はい、まず5番スフィアルケミキサー、限定領域交際地時間型錬金術式展開装置、ガチャドライバーを中心とした半径2メートルの旧型領域に虹による特殊フィールドを形成することで仮面ライダーレインボーガッチャードの錬成を可能とする。ここのクリアパーツ部分で、というか虹の部分で。で6番はサブリベクター、ニジゴンの消化拡散器、レインボーガーチャードの力を消化する役割を持ち虹の波動を拡散するで外側に矢印があるわけか。なるほど。変形前はニジゴンアーム、ニジゴンの腕、多くの友達と手をつなぐため殻を打ち破る。はー、ニジゴンヘッド、ニジゴンの頭、非常に高い知性を備え人間とのコミュニケーションを取ることが可能。まあ、ケミーの中では知性が高いってことですよね。また口からは傷ついたケミーを回復させて、おだって傷ついたケミーを回復活性化させ強烈な悪意に染まることがないレインボーケミーへと変化させるレインボーブレスを放出、闇に染まらないレインボーケミーへと変化させる力があるって。背びれは虹アーチ、万物から錬金術素材を抽出する役割を持つ虹ゴンレッグ、世界を知るため殻を飛び出して一歩を踏み出す。とりあえずレインボーブレスがケミーの回復活性化、さらにレインボーケミーへの変化っていう三段構え能力があると。じゃあレインボーガッチャード本体の方はまず頭部から見ようかな。1番のレインボーのこの模様部分はレインボーリアクトベール、レインボーガッチャードのマスク、錬成体胸部の変換炉、プレシャスアタノールによる燃焼反応が絶え間なく流れ虹色の輝きを放つ。胸にある炉から燃焼反応が来て虹色に輝いてるって。で2番のこのクソデカ複眼部分はベクトアイリス、70倍に強化する機能を備えている、また水流や風向き、物質にかかる荷重の大きさと方向など矢印だ、視界内に様々な物理現象を大小様々な矢印で表示して視認することも可能。さらに可視光線だけでなく紫外線、赤外線といった電波や X 線までも捉えることができる。たまにこういうライダーいるよね。クラッシャー部分がガッチャークラッシャー、装甲材はニジゴンの卵の殻と同じ特殊金属オリカルカムで構成され、外敵錬成を完全に拒絶しあらゆる攻撃を退ける強度を持つ、また微細な機構を無数に設けることで軌道を確保している。4番の複眼の先部分が、あ、これ複眼じゃないんだ、アンテナなんだ。マスクのアンテナ、一体化した視覚に加え聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感のみにとどまらず第6感、第7感と呼ばれる力で超常的な存在までも捉えることが可能。カジキが好きそう。ポインターはプレシャスシグナル、調律器、錬成状態を随時調律する機能に加えレインボーモードを司る、また必要に応じて錬成解除を判断するなど変身者の保護を最優先する役割を持つ。これポインターにありがちですね。じゃあ全体に戻って、まずこの炉の部分ね、プレシャスアタノール、レインボーガッチャードの変換炉、太陽の輝きと呼ばれる究極の錬成炎を用いて友情や情熱、希望といった変身者の内なる感情、ニジゴンをはじめとする数々のケミーの力、大気や水といったさまざまな錬金素材により無尽蔵のエネルギーを生み出す。要はエレメント的な部分だけじゃなくって、友情、情熱、希望のエネルギーもここに入ってるって。でドライバーからの4番の下半身アーマーが素体か、要はアンダースーツ部分か。ニジゴンが持つ4元素に加え火、水、風、土
変身者を第5元素として超錬成を行うことで世界を構成する全ての要素を内包したいわば錬金術における完成形態である。または肉体強化、解毒回復治癒などあらゆる特殊効果を有している万能。足はレインボーケミストリーレッグ。1秒間で約7回の錬成を継続的に行うことでその形成や形状などを常時変化させている。これによりジャンプ力の調整や高度強化といったその瞬間瞬間に最も必要としている力を発揮できる。ガチャとのブーツ、ガッチャブーツ、物質に対する摩擦力を調整する錬金術を得意とし、高速走行やスライディング走行など歩行方法を自在に変化させる。これやってましたね。また飛行や潜航といった推進系特殊機能を連接することで深海から宇宙まであらゆる場所を活動範囲とするやべえ。この大きな肩アーマーはレインボーベクトショルダーガッチャードの肩。走行材はオリカルカームで構成され、外敵錬成を完全に拒絶しあらゆる攻撃を退ける強度を持つ。また全身を走る錬成体レインボーリアクトベールは胸部のプレシャスアタノールによる燃焼反応が絶え間なく流れ虹色の輝きを放つ。これ頭部部分と同じだね。腕はレインボーケミストリーアーム、1秒間に約7回の錬成を、あ、一緒ですね。これにより超パワーの発揮やリーチの増長といったその瞬間瞬間に最も必要とする力を発揮できるで、そういう柔軟性が強いライダーなんですね。でガッチャードローホルダーは変わらず、マフラーか、ダブルレインボーマフラー。ガッチャードのマフラー、人間とケミーの掛け合わせとなる錬金術の証として三千とはためく。スペック確認としてはそんなところか。なので本当二次元由来のいろんな要素で戦うことができる仮面ライダーってことね。要は変身した後にブワーってね広がった虹のエナジーは二次元のレインボーブレスだったわけだ。ライダーキックによってあの五体錬成のケミーを倒せた&要は攻撃と同時に二次元の固有能力の治癒によって救ったってわけね。なるほどな。まあ、それ以外は、宝太郎の友情、情熱、希望ね。これが炉に入ることで、無尽蔵のエネルギーを生み出すっていう。要は、ニジゴンと宝太郎の相性が良すぎるわけね。なるほどな。なので、去年の技術みたいな、神の力であらゆるものを破壊&創造、しかも願いを叶えることもできるみたいな、突き抜けたものっていうよりは、状況によって柔軟に対応できるよう、&外からの対錬成っていうか、悪意錬成にも完全ガードができるよっていう、対ディギスト特化&友情状態、情熱希望パワー全開みたいな、そういう爽やかな仮面ライダーになってるわけね。あとは2次元の力でどうやらレインボーケミー化するようですし、レインボーレアのねカードたちもすでに発売済みなので、この辺のファイヤーガッチャードのフォームチェンジ的な感じでチームホッパーとかアッパレスケボーアントレスラーとか出てくるんじゃない。さすがにここに来てホッパー1を使うシーンが少なくなるっていうのは結構視聴者的にも寂しいので、その辺の救済はあってほしいですね。すごいフォームチェンジが多かったけど、これが二次元由来の力だったとは。要はこの設定によって他のライダーがワイルド体を持ってないことに説明がつきますよねって感じで、公式サイトに情報が来ておりますので、このリンクは貼っておきます。以上、レオンチャンネルでした。